市販されている焼きチョコの例、原宿焼きショコラ焼きチョコは、洋菓子のチョコレート菓子の一種。チョコレートを製造段階で高温で焼くことで作られる。焼くことで、純粋なチョコレートと違った、サクッとした食感が楽しめること、夏のような高温の季節でも溶けずに食べられる等の特徴がある。なお、日本では、粗悪品と区別するため不透明品類及び、 不当表示防止法により、チョコレートの表示が規制されている。そのため、焼きチョコも、ジャンルとしては、チョコレート菓子になる。市販されているものでは、コロンバンの原宿焼き、ショコラ、森永製菓のベーク等が有名である。これらのお菓子が人気が出てきたのは2010年頃であり、それまではあまり、日本では注目されるお菓子ではなかった。 また、明治のチョコまで焼いたタケノコの里のような加工したものも2013年現在では出てきている。家庭用オーブン程度の火力でも、原材料のチョコレートさえあれば、焼きチョコは製作可能である。元々のチョコレートは、ジャンルを問わない。粒の大きさや原料、火力によって異なるが、焦げない程度の時間で止めておくこと。 香ばしい香りが漂ってきたら、もう表面が焦げかけているので、すぐに火を止めること。ありがとうございます。